皆さんこんにちは、ソフィーです。2週間前はドイツにシャニック祭があって、それを見るためおばあちゃんが住んでいる町に行ってきて、今日はちょっと紹介したいと思います。ドイツはシャニック祭が13世紀から行われていて、いろんなところでやってますが、私は子どもの頃からずっとそのロットワイルという町に行ってて、他のところよりもちょっと伝統的で素敵だと思うので、はい、今年も行きました。シャニック祭はいろんな名所で呼ばれていて、ロットワイルではファスナフと言います。これは断食の前夜という意味で、四旬節の断食の前に行われる祭りです。で、昔は四旬節の前にその生鮮食料品を食べて春の訪れを喜ぶための祭りでしたね。で、今は昔とちょっと違うかもしれませんけど、ロットワイルの人たちは結構その伝統を守ってて、本当に素晴らしいです。ロットワイルはバラの月曜日というのがあって、その時とその次の火曜日で町民が仮装してパレードをします。パレードは朝8時ぴったりから始まるし、見に行く人もとても多いので、本当に早めに行かないと大変ですけど、ソーセージとかホットワインが売っている店もたくさんあるので、待ち時間はそんなに長く感じしません。パレードの仮装は決まれていて、好きな仮装を着てパレードをすることはできません。ホットワインは紛争ができるキャラクターは5人います。そのキャラクターはドイツ語でナンと言って、フランズンクライトル、フェルトラハネス、クレル、ベスト、シャンプです。シャニック祭の特別な歌を歌ったら、そのキャラクターからお菓子がもらえます。特別な歌だけじゃなくて、シャニック祭の特別な挨拶もあります。こんにちはとか、ありがとうの時は、ホホホと言います。で、キャラクターがお菓子をあげてくれた時も、ホホホを呼ぶべきです。普通はお菓子を投げてくれますが、特別なお菓子はスノップックスという箱から取ります。そういう時はキャラクターが面白い話とか冗談とかを教えてくれることも多いです。一人のキャラクターはお菓子をくれなくて、悪魔のような少し意地悪な感じです。そのキャラクターは花の前で安い香水がついている牛の尻尾を振ったり、帽子を取ったりします。棒を使って跳躍をすることもあります。5人のキャラクターの他にもいろんな単独のキャラクターもいます。パレードの先頭には馬、バンド、そしてピエロがいます。ピエロはロットワイルの旗の色で黒と黄色の仮装を着ています。シャニック祭の時はその色はとても多くて、本当にあちこちで見られます。ピエロと一緒にはラガマンというキャラクターがいます。その名前は文字通りの長い男性という意味です。完璧ですね。ピエロの後ろにはガスルと言って馬みたいなキャラクターがいます。二人の成功がそのキャラクターの頭についてある羽を無知で取って見ているので、ちょっと怖いんですけど、見るのは面白くて本当に楽しいです。そのキャラクターの次はシャニック祭の天使というキャラクターがいて、そしてさっき説明したキャラクターのパレードが始まります。運が良ければその時も一人の特別なキャラクターが見えます。オンドリに乗っているみたいな感じのゴラというキャラクターです。オンドリはくちばしにシャニック祭の特別なお菓子を加えています。誰でも買うことができる仮装は最初に説明した5人のキャラクターだけなんです。服やマスク何でも手作りですごく高いんですよ。一つの仮装はだいたい2000、3000ユーロぐらいになるので、家族が代々受け継いで使うことが多いですね。マスクのこめかみのところに小さい芸術家のマークがあって、そのマークで誰が作ったかってすぐ分かります。いろんな規制もあるので着る前に申し込まないと
蹴られません。ちょっと厳しいんですけどね、あのマスクに毎年のその認可がつけられて、あのいつから使っているかが分かるのはとてもいいことだと思います。はい、これからその三陸祭の雰囲気を伝えるため の、 あのパレードの映像を見せたいので楽しんでみてくださいね。感じなんですね、あのオートワイルの三陸祭。今回も動画を見てくれて本当にありがとうございます。あの今日はちょっと長くて日本語で話をするのもちょっと難しかったけど、あの私は毎年すごく三陸祭を楽しみにしているので、このビデオで紹介ができてあのとても嬉しいです。三陸祭を見に行きたい人はあの説明のところに書いてある日程を見てくださいね。じゃあ、bis zum nächsten Mal!